ああ、生理中で肌が荒れた。チョコの食べ過ぎで吹き出物。季節の変わり目で乾燥して肌が痒いとか腕が痒いとか足が痒いとか皮むけちゃうとか時間が経ってテカっちゃうとかっていうね、そんな悩みをお持ちの方いますかね。今日はそんな方におすすめなアイテムが資生堂さんから新しく発売されたので今日はそちらを紹介させてください。それでは早速スタート。それがこちらのレシピストです。もうこちらはプチプラでとっても優秀なんです。全部3桁の値段で買えちゃいます。これが化粧水とかボディーローションとか美容液にハンドクリーム、BB クリーム、日焼け止めなどみんなが欲しそうな商品がたくさん揃ってます。その中でも今回はこちらの化粧水と美容液を紹介したいと思います。こちらは肌の、ね、基礎を整えてくれるということなので、環境が変わったりとか生理前とか寝不足でもニキビとか吹き出物の肌のトラブルをしにくくしてくれるみたいです。もうこちらはコスパがいいのにもうさすが資生堂さんっていう感じで、私はこの機会に朝のスキンケアをレシピストにしたんですけど、もうね、なんかこの良さをどう伝えるべきか、どう伝えようかすごいね考えました。とりあえずね、実際に塗ってみてテクスチャーとか使用感とか塗った後の肌の変化とかを言っていきたいと思います。あ、どうもありがとう。まず化粧水はこちらの4種類があります。こちらバランス整う化粧水のライトで、こちらがバランス整う化粧水のリッチで、こちらがしっかり潤う化粧水のリッチと、こちらがしっかり潤う化粧水のモアリッチの4種類があるんですけど、今日はその中でもしっかり潤う化粧水のリッチとバランス整う化粧水ライトを使っていきます。半顔ずつ塗っていきたいと思います。まずはしっかり潤う化粧水のリッチの方、こんな感じで結構とろみのある感触です。ハンドプレスしていくと肌にどんどん浸透していってもっちもっちしていくのが分かります。匂いもね優しくって、ローズマリーのほのかな匂いがすごくねいい匂いです。次はバランス整う化粧水のライト。さっきのはとろみがあったんですけど、こっちはどっちかというとみずみずしい感じで、匂いはすごい爽やか系でバーベナっていう香りらしいです。テクスチャーはね全く異なる2つなんですけど、どちらもね肌がもちもちツルツルになって肌が潤う感じがします。すごい浸透力が早いんですよ。なので時間のない朝とかでもとってもいいなって思います。浸透力の速さはどっちも変わらないんですけど、この2つの違いは浸透した後の肌のね、この感触が違うなって思います。しっかり潤う化粧水の方はなんかこうピタッと吸い付く感じで保湿浸透されてるなっていう感じなんですけど、バランス整う化粧水の方はピタッと吸い付くっていう感じよりかはサラサラっとしながらも保湿されていて浸透もされてるなっていう感じがします。だからこう塗った後のね感じがちょっと違うかなっていうふうに思います。私はこのスキンケアを朝使ってるので、スキンケア後ねサラサラしてる方がメイクがしやすいかなと思うので、テクスチャーとか匂いを含めこちらのバランス整う化粧水ライトの方がねすごいタイプなのでこちらを愛用しています。ほんと塗った後ねツルンとします。そして化粧水をね塗った後に使うのがこちらの美容液、2種類あって、こちらの濃い美容液、水が溢れるバランス美容液があります。こちらもこんな感じでプルンとしていて、こんな感じでとろみのある美容液です。今ちょっとね出しすぎちゃったんですけど、少ない量でね十分広がります。高保湿なのでもう塗った後の肌のもちもち感といったらたまらない。この鎖骨のねリンパあたりとかもっちりさせたい高保湿なね美容液が好きな方にはすごいおすすめだなと思います。はい、なりました。そして次は水が溢れるバランス美容液、名前がすごいですよね。その名の通りっていう感じなんですけど、こちらもこんな感じで最初はこんな感じでプルーンとしたジェル状のような感じなんですけど、こちらを肌にね伸ばした瞬間
水が溢れ出るようなみずみずしいテクスチャーになってます。こっちはもちもちしたいけどベタっとするのがちょっと苦手だなっていう人におすすめかも。私は結構どっちかというとみずみずしいテクスチャーでもっちりさせてくれるものが好きなので、今使った水が溢れるバランス美容液の方がタイプです。こちらを朝愛用してます。はい、という感じで私はコットンを使わずにハンドプレスのみでスキンケアをするようにしてます。毛穴が下向きになっているので毛穴にこう逆らって下から上にこう塗って肌にこう浸透させていくっていうようなやり方で、最後に乾燥時期はオイルを塗って化粧水とか美容液をこう肌に閉じ込めてあげるようにしてます。化粧前にねオイルが残っているとちょっとテカりやすいと思うので、ちゃんと化粧前はそのオイルをティッシュオフしてから化粧するようにしてます。私のお肌は糖質とかにすごく弱いらしくて、本当にチョコとか食べた次の日とか2日後ぐらいに分かりやすくね吹き出物ができちゃったりするんですよね。あと必ず生理前にほっぺたが荒れます。皮膚科に通ったりとかしてなんとかねちょっとケアはしているんですけど、肌のねこう基礎を整えなきゃいけないっていうことで、朝のスキンケアにこちらのレシピストを取り入れることにしました。まだ使ってからそんな日にちが経ってないんですけど、ちょっとずつ乾燥が気にならなくなってきたなって思います。これからも使い続けたいと思います。そしてねこれだけの満足感があるのに驚きの、ね、低価格なので、気になった方は Amazon で気軽に買えるみたいなので概要欄の方をチェックしてもらえると嬉しいです。この動画が少しでも良かったよって思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイしてる